オンハモーニング。起きて10秒で蚊に3箇所刺されました。天一のこってりスープに溺れて抜け出せない夢にうなされて起きた坂村です。しんどいことがあった時はコンビニで一番高いアイスを買おうと思う。これはコンビニで見つけた白クマアイス。昔はこれ見かけるとハーゲンダッツ以上にあ、貴族のアイスだって思ってた。しんどい時は一番高いアイスを買って少しだけ幸せになる。これは大切に温めて鑑賞していたドラマ日曜の夜ぐらいはが教えてくれた。楽しいことあるときついの耐えられなくなるから、私はきついだけの方が楽なんだよと心を閉ざしていた主人公がラジオ番組をきっかけに2人の女性と出会って徐々に打ち解けて悩みを共有したり心を開いていくドラマなんだけど、友達っていいなーって思ってしまった。泣きそうになるくらいいいなーって。友達の作り方なんて遠い昔に忘れてしまった。だけどビスマル水産に一人で何も気にせず入れるようにはなったよ。お高いアイスを食べた後なのに今日は食欲が止まらない。お刺身をご飯で食べる行為は寿司を除いて久しぶりなのでなんだか新鮮な感じがする。いつの間にか白身魚のフライが全白米を接待してる。なんならホタルイカのレバ刺し風を追加で頼んでしまった。刺身のようにして食べるホタルイカ、限りなくレバー風味で美味しい。これ今すぐビールでグビグビっと流し込みたい。だけど今日はトレーニングの日なのでグッとカテキン茶で我慢。週に 1,2 回訪れるビールのために全力を尽くし汗水流す時間、終わった瞬間に会いたいんだ今すぐこの角から飛び出してきてくれないかと彼の元に走って帰る。8、あと2回でビールいっぱい飲みます。9、偉そう、あと1回。そんな恋の味みんなにもある？ライズアップで運動継続中、こんなに継続したことパチンコでもない。どれだけ飲んでも食べてもビールと出会った頃のままの姿でいられるのはこの時間のおかげだと思ってる。7、これ食べたら健太食べて大丈夫なんで。8、始める前は今日もこんなに炭水化物と揚げ物食べちゃって大丈夫かなって不安に思いながらも、やっぱり食べるんかいって日々の繰り返しだったけど、今では腹を張ってパスタを1日2食とか食べても耐えられるようになった。さすがに栄養偏ってるのでもっと野菜食べてくださいってコメントされるけど、今までの私だったらポテトでごまかして野菜不足に気づかなかっただろうな。トレーナーさんが頑張ったのでケンタッキーならいいんじゃないですかとありがたいお言葉をいただいたので帰りにがっつり買って帰りました。野菜ちゃんと食べてくださいっていうアドバイスを聞いてコールスローをちゃんと頼みました。外がとにかくめちゃくちゃ暑くて汗だくになったんですけど、タオルがハマり座しかない現状です。急いで洗わないと。今日ケンタッキーランチメニューか悩んだんですけど、期間限定でトクトクパックみたいなのがあって、普通のチキンと辛いチキンとさらにサイドメニューがいくつか選べるみたいなのあって、そんなの書かれたらもうトクトク頼んじゃうよねって。その結果チキンがクリスピーも含めて9個もあるっていう。サイドはいつも通り大好きなコールスローとビスケット選んでみました。でもランチも平日はお得だし、せっかくランチに来れたからってことでダブルのチキンのバーガーを頼んでしまって、帰るまでにウーロン茶を飲み切っちゃいました。さすがにね、やばいやばいです。並べてみたらこんな感じになったんですけど、ケンタッキーはチキンだし、まあギリ OK って言われたのでトレーナーさんを信じます。信じてるよ。お願いしました。かゆっ、やばい、ルンルンで飛び跳ねるだけで気がやばい。はい、はぁ、冷たい、生き返る。乾杯。ごくりんごくりん、おいしい。最高。最初はサラダからって決めてるからコールスロー最初に食べるんだけどさ、本当にスプーンなくて計量スプーン持ってきた。洗えばあるんだけどすぐ食べたくて、うん、まあ、小さじ1のコールスロー摂取しました。2杯目いきます。うんうんうん、サラダの中でいっちゃん好きっていうのは何回も言ってるんだけどさ、キッチンの周りめちゃくちゃ灼熱で行きたくないからその洗い物溜めちゃうんだよね。すると夏だから暑いしさ、すぐナウシカの森になっちゃって、あ、私宮崎駿だったんかなみたいな勘違いさせられる。本当にこの夏私たちはどう生きるのか考えさせられる。あ、別に次どれから行こう。攻略法が思いつかない。暑すぎて。普通にチキンから行こうかな。これは辛くない方の普通のノーマルチキン。おいしい。正解。ちょっと外出るだけでもめちゃくちゃ体力持ってかれて、その後何もできなくなっちゃうみたいな日々が続いていて、みんなそうなりませんか？本当に怖い。うん。でも冬も冬で、ほんと寒くてね。2つから出れないみたいな感じで起きるのも辛かったから、もしかしてもう日本に住むことが難しいんじゃないかって、住みやすい気候の国を探したらニュージーランドって出てきた。移住かって思ったけど、
ケンタッキーとかマックあるかもしれないけど、大戸屋とか弥生軒がないと、二郎系家系ラーメンがないと生きていけないから。うん。厳しい戦況ですよ。ほんとね。めちゃくちゃ体力消耗する夏だから許されると思って食べてるんだけど、この夏一番ゾッとする話みたいな感じの結果になったら怖いなとは思うんですけど、大丈夫って言ってもらえてるんで信じます。レッドチキンいっちゃう？とかレッドチキン。辛いのかな？うん。程よい人生がちょうどいいって言うじゃないですか。まさに、これ、程よい人生って感じの辛さです。ちょうどいいね。うん。どんなに暑くて、もう無理だ。何もやる気ないと思っても、ご飯だけ食べられるの、なんでなんですかね。不思議です。おいしそう。冷静にどうやって食べるの？あー！よく、一口ちっちゃうみたいなこと言われるんですけど、もうね、顎は開かないんですよね。開かないんですよ。シミュレーション。どうやこれ食べればいいんだろうな。うん。美味しい。うまっ。うん。なんか、チキンに溺れる。今までね、ツイスター派だったの。もう、ラップサンドみたいな感じの。でも、最近ずっと、ヒデサンド食べてて、週2は最低食べてる気がする、お昼に。タイプ。お腹膨れますね。ケタッケのフライドチキン舐めてたかもしれない。なんか、ボロネーゼ？うん。ボロネーゼを。え、パスタから作ったの？夜食届けに来てくれました。ありがたくいただきます。会社の次の日のお昼作り。ボロネーゼ、パスタから作る人いなくないですか？そうそう。パスタ作りにハマっちゃってね、麺から作りだし。すごい、これパスタじゃなくなあ、これ、ね。うどんじゃん。応答になっちゃったんだよ。すごい。これも、めっちゃニンニク入れてない？会社で割ってくる人のものじゃないよ。とんでもない。こんな時間にまたやばいもの食わせる。コーティングされないのよ。全然コーティングされないんだけど。麺が絡まないっていう。あ、ソースめっちゃうまいね。でしょ？ほうとうより好きかもしんない。うまいわ。1本で 0.5 人前ぐらいある。重量感が。うん。ありがとうございます。夜食。うまいも。何それ？いくらですか？あ、忘れた。深夜料金があったの。深夜料金とんどこの。あ、2000円だね。歌舞伎町のキャッチとかよりもひどいよ。ありがとうございます。また、明日から頑張れば、今日は幸せでいてもいいよね。眠りごな、仕込まれていたんじゃないかと疑うほど、この報道を食べたら急激に眠くなったので、おやすみなさい。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。トレーニングしているところを動画に映すのは久しぶりだったので、ちょっとだけ恥ずかしいです。弱小筋肉ながらも、プルプルと耐えて頑張ってます。やっぱり美味しいお酒とか食べ物とかって後ろめたい気持ち一切なく楽しみたいので、これからもライザップさんの力を借りて継続していきたいと思います。ほんじゃあ、バイバイ。